第34号小海特務艇は、日本海軍の未成特務艇。第1号型紹海特務艇の16番艇。丸線計画の特務艇。第2121 21号艦型の34番艇。仮称艦名。第2154号艦として計画。1944年10月26日、株式会社千用造船鉄工所で起航 1945年5月5日、第34号紹海特務艇と命名されて第1号型紹海特務艇の16番艇に定められ、本席を横須賀陳守府と仮定。終戦時未成。8月17日、工事中止が発令され、戦隊工程80%で工事中止。1947年2月1日、行動不能官邸に定められる。 2月1日現在、船体は、函館市の船屋造船鉄工所にあり、大港地方福院局の依頼により、同社が船体を管理中。4月14日、船体の一時使用許可が出され、16日に北海道庁へ引き渡し、10月7日、中内棒へ引き渡された。11月22日、在東京アメリカ局東海軍司令部から、 本船の漁船への改造許可が出された。その後の消息はつまびらかではない。AB 章は20年5月5日付けた時代97号の表記に従う。株式会社船野造船所は1942年に社号を株式会社船野造船特公所に改称しており、1945年5月5日時点で船野造船所の社号は存在しない。 AB 進捗率は福井静夫昭和軍艦外史 3P66 によるが同ページにはごく大体のものと注意書きが添えられている。本来の定位名表記は第34交紹介特務帝。個人名のため性のみす、第38号紹介特務帝の受領者と同一人物である。ありがとうございます。